京子さんのことを姉さんに相談してみよう。あの、かなえ姉さん、ちょっと相談があるんだけど。かなお、どうしたの？私、華道部と掛け持ちで運動部にも入りたいなって思ってるんだけど。あら、いいじゃない。何の部活に入りたいの？バスケ部に入ってみようと思ってるの。いいわね。かなおは運動神経抜群だから、きっとすぐにレギュラーになれるわよ。頑張ってね。応援するわ。ありがとう。早速入部届を書いて職員室に来てみたけど、バスケ部の顧問の先生は。つゆり、どうした？富岡先生、こんにちは。私、華道部と掛け持ちでバスケ部にも入ろうと思って入部届を持ってきたんですが、顧問の先生はいらっしゃいますか？バスケ部の顧問は俺だ。富岡先生だったんですか？私、知らなくて、すみません。いや、いいんだ、気にするな。あれ、バスケ部の顧問って富岡先生だったっけ？まあいいか。じゃあこれ、入部届です。よし、俺の指導は厳しいが、絶対にお前を素晴らしい選手に育ててみせる。早速今日から特訓だ。はい、よろしくお願いします。練習を始める前にこれに着替えてきなさい。これは何ですか？練習用のユニフォームだ。体育の授業の時の体操服じゃダメなんですか？ダメだ、早く着替えてこい。ユニフォームって一体どんな？これって水着ですよね？バスケ部なのにどうしてユニフォームが水着なんですか？うるさい！顧問に口答えするな！いいから今すぐ着替えてこい！富岡先生って少し怖いイメージがあったけど、想像以上だよ。でもこれ以上怒られたくないし。わかりました。着替えてきます。遅いぞ、つゆり！あの、他の部員の人はどこですか？どうして私以外誰もいないんですか？入部初日だからな。今日は特別に個人練習だ。もじもじしてないで、早くボールを持て！個人練習？富岡先生と二人っきりってこと？しかもこんな学校で、恥ずかしいよ。本当に他の選手は別の練習をしてるんですか？バスケ部はみんなこの水着で毎日練習するんでしょうか？さっきから質問が多いやつだな。いいから早くシュート練習を始めろ！やっぱり怖いよ。怒られないように富岡先生の言うこと聞かなくちゃ。はい。あ、シュートが入った。やった！まだだ！もう一本！はい。それ！やった！また入った！シュートが決まると楽しい。父、休むな！連続100本。シュートを決めるまで。終わらないからな。連続100本？初日からそんなの無理だよ。っていうか、富岡先生さっきからなんだかじっと見てくる。嫌だな。こんな人だったっけ？動きが遅いぞ！もっと早く走れ！はい。疲れた。富岡先生ってこんなにスパルタなの？もしかしてこれってブラック部活？この指導についていけなくて他のみんなは辞めちゃってるんじゃないの？よし、今日はこのくらいにしておいて、最後はストレッチだ。俺が体を押してやろう。いや、大丈夫です。一人でできます。教師の俺に口答えする気か？そんなつもりじゃないですけど。男の人に体を触られるのはやっぱり嫌だよ。しっかり体をほぐさないといけないから、柔軟は大事なんだぞ。ほら、押してやるから足を開くんだ。柔軟なら家に帰ってからちゃんとやるので。運動後すぐにやらないと意味がないだろう。早く足を開いて座れ。なんだか怖いよ、誰か。こら、何をしてる。今すぐカナオから離れろ。炭治郎。炭治郎が来てくれたのはとっても嬉しいけど、富岡先生にそんな口の聞き方したら怒られちゃうよ。カナオ、大丈夫か？そいつは富岡先生じゃないぞ。今すぐ離れるんだ。え？本物の俺はこっちだ。そいつは俺のふりをした偽物だ。ち、バレたか。せっかくいいところだったのに邪魔しやがって。
教師のふりをして女子生徒に近づくとなんて卑怯な手段を。許さないぞ。覚悟はできているだろうな。炭治郎、カナオ、大丈夫か？あいつに何もされてないか？うん、大丈夫。ならよかった。カナオが駆け寄ってきたから思わず抱き止めちゃったけど、よく見たら水着じゃないか。どうしよう。そういえば私、水着だったんだ。怖かったからつい炭治郎に抱きついちゃってよ。どうしよう、恥ずかしい。私、あっちで着替えてくる。つまんねえの。正体がバレたならここにいる意味はないから俺は行くぜ。待て、逃がすわけがないだろ。何をする、話せ。観念しろ、このド変態が。絶対許さないぞ。うわ、富岡先生がめちゃくちゃ怒ってる。生徒指導の時よりも数倍怖い。かまど。はい。俺はこいつを職員室に連れて行く。今なら品津川も渦井も煉獄もいるだろうから、ただじゃ済まないだろう。その4人に囲まれるなんて地獄よりも怖そうだ。かまどはつゆりを自宅まで送り届けてく。はい。途中で姫島先生を見かけたらすぐに職員室に戻るように伝えてほしい。わかりました。姫島先生まで来たら最強じゃないか。あの変質者、終わったな。こんな卑怯なことをしたんだから、怖い先生方にみっちり絞られても仕方ないな。カナオ、行くぞ。炭治郎、ナイスパス。シュート、やった、入った。おお、すごいすごい、さすがカナオ。そんなことないよ。俺、スポーツは何でも好きだけど、カナオと一緒だと特に楽しいよ。私も部活に入らなくても炭治郎とこうして放課後にバスケしてる方がいいかも。炭治郎、もう少し遊んでいこう。ああ、もちろんだよ。あ、富岡先生。なんだ、二人でバスケをしていたのか。はい。実は俺も学生時代少しだけバスケをやっていた時期があったから、ボールを見ていると触りたくなるな。先生、よかったら少し教えてくれませんか？教えられるほどうまくはないが、一応体育教師だからな。俺でよければ。本当ですか？ぜひお願いします。こうして俺たちは3人でバスケを楽しんだ。富岡先生は本当に上手ですごくかっこよかったよ。今日の話はどうだったかな？よかったら感想をコメント欄に書いてくれると嬉しい。じゃあまた次の動画で会おう。